パノム軍は、台南部、スラートターニー県の軍である。パノムとは、山という意味である。軍が作られたのは1890年である。当初の名前は、クローンチャン軍であったが、後に、タムボンパークパノムに軍長が移転したので、パークパノム軍と解消したが、後に短くパノム軍と解消された。1910年、パノム軍は、文軍に降格し、 キーリー・ラット・ニコム軍の会に置かれた。その後、1971年11月14日、再び軍に昇格した。軍のほとんどは、プーケット山脈であり、軍の領域の60%が、山岳地帯か森林地帯である。山岳地帯のうち北西部は、カオソック国立公園として保護されており、南西はクローン・パノム国立公園として保護されている。交通は、 国道401号線が東西にとっており、東にスラートターニー西にタクアパー方面と通じる。また国道415号線が南に伸びており、アーオルック方面と国道4118号線が南に通っており、タッププット方面と通じている。軍内の主要な産業は農業であり、パラゴムの木、油やし、コーヒー、果物が生産されている。 軍庁舎軍は6のタムボンに分かれ、さらにその階に56の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には6つのタムボン行政隊が設置されている。ありがとうございます。